田中高道田中高道から1924年4月24日は日本の警察官僚、幹線県知事、武全国菊軍カナダ町に小倉藩氏、田中高昇の長男として生まれる。1874年3月、明治政府に出資し、小倉県15等出資となる。文雄、を、古藤警部13等出資などを歴任。 1876年7月、豊岡県14等出身に転じ、同年9月、京都府6等警部となる。1881年5月、下行警察署長に就任。1883年3月、合津小鉄を検挙した。以後、京都府天国、内務族、内務省警保局刑務課長、奈良県警部長、栃木県警部長、 福島県警部長などを歴任。1894年9月、京都府警部長となる。1895年には、第4海内国官業博覧会、平安戦と1100年記念祭が開催され、さらに同年4月から5月まで京都に大本営が移されるなど、警備上の重責を担った。1896年12月、滋賀県初期間に就任。 1897年4月、石川県書記館に展示、1898年9月に被植、非職、遺岸面間となる。1899年4月、静岡県書記館として復帰、同年8月、警視庁に展示、警視、警視総監官房主事となる。1900年3月、岐阜県知事に発令され、同年10月、内務省警保局長に登用された。 北海道警察費、巡査官司法給令の改正などに取り組み、社会民主党の結社禁止などに対応した。1901年6月に退任。1902年2月、山形県知事として復帰。1906年7月、山形県知事を休職。1908年7月27日、休職満期となり退官した。郷里の小倉市に戻り、同地で死去した。 ありがとうございます。